ケニー・ジョージ・ベイカーは、イギリス・バーミンガム出身の俳優。彼の身長は112センチメートルであり、スター・ウォーズシリーズの R2D2 役を演じたことで有名である。ジョージ・ルーカスが1977年に、スター・ウォーズでの R2D2 役のためにベイカーを採用したとき、ベイカーは、ジャック・パービスと一緒に、サーカスやキャバレーに出演していた。スター・ウォーズへの出演により、 世界的なスターとなり、多数の映画やテレビに出演するようになった。c 3 p o 役のアンソニー・ダニエルズと共に、ホースの覚醒までのシリーズ7作品に出演している。しかし、常に c 3 p o のスーツをつけて演じていたダニエルズに対し、R2D2 は、作品途中よりもっぱらラジコン等での遠隔操作が中心となり、ベーカーが、 直接 R2D2 を演じる機会は少なくなった。こうした過酷度の違いから、ベーカーとダニエルズは撮影中、不和であった。ダニエルズも馬が合わなかったことを素直に認めている。なお、ジェダイの帰還においてベーカーは、R2D2 のほかイウォークの一人を演じており、エンドロールでは2回クレジットされている。ベーカーと彼の妻は共に、小人症であるが、 彼らの二人の息子はそうでない。近年は呼吸器系統の病気を患い、闘病生活を続けていたが、2016年8月13日に親族によって死去が確認された。81歳没。ありがとうございます。